ヤッホーとまでです。はい、ということでね、2個目の福袋開封をねしていきたいと思います。はい、ってことで前回ね、秋葉の X さんの福袋がねめちゃめちゃ良かったから、もう期待値はねめちゃめちゃ上がってはいるんですけど、今回はね3000円で購入した福袋をね開けていきたいと思います。はい、ちょっとね一回クールダウンをしましょう。はい、でそれは何の福袋かというと、こちらですね。はい、ラオックスさんのなんかカンコレのね福袋なんですけど、購入した時にさ、なんか紙を剥がされちゃったからもう何も書いてない袋なんだけど、カンコレって書いてある福袋を買ってきました。でまあ安かったからね、とりあえずカンコレの福袋をね買いたいって思ってね買ってきたんですけど、なんかね AB があって、で私の前にいた人が、あ、これ買いたいって言って買ってったから、え、いいの入ってんのかなって思って、私もその後に続いてね買ったわけなんですけど、一応ね一番重いやつを選んで買ってきました。フィギュア入ってたらいいなって感じなんだけど、何が入ってるか全くね見当がつかないんですよね。とりあえずね持ってないカンコレのフィギュアだったりグッズだったりがね入ってたらいいなって思います。言うても3000円だからね、まあ、あんま期待しちゃダメなのかなって思うんですよね。まあ、一番重いのを選んだのがね、吉と出るか凶と出るかだよね。軽いのは軽いので何だったんだろう。2個買っとけばよかったかな、もしかしたら。はい、じゃあ、はい、まず引き出して、よしよし。うん、じゃあ、見ていこう。なんだろうな。あ、フィギュアじゃないのかな。いきます、まず1個目。こちら。なるほどね、キューポッシュだ。キューポッシュね、私あの第6駆逐隊集めたいなとは思ってたんだけど、全員入ってるわけはないよね。はい、こんな感じ。いいね。はい、キューポッシュね、まあ持ってないからね嬉しいですね、普通に。うん、だってそうなると3000円だからあと1個ぐらいしか入ってないのかな。お、ん、あ、もう1個入ってる。いきます。じゃあこちら、なんだこれ、あ、重たいな、なんだろう。はい、待った、見えた、今ちょっと2個出てきた、まさか。1個はこちらですね、カトリさんのね粘土ロイドですね。え、3000円なら良くない、全然。はい、こんな感じで、もう1個がちょっとね残念なお知らせ。この前私福袋でゲットしたね、おう、ヨードです、さんが入ってましたね。そう、ボックスさんのね福袋で私ゲット済みなんだよ。はい、ってことで、いや待って、でもめっちゃ良くない？ちょっと待って、これで3000円だよ、だって。はい、え、粘土ロイド2体入って3000円ってやばくない？キューポッシュもだけど、あ、そうだ。ってことで、とりあえずね泊まる調べの相場をご覧ください、どうぞ。ということでね、だいたい6000円ぐらい入ってたんで、まあ、3000円でね倍額ぐらいは入ってたんで、まあお得と言っていいんじゃないでしょうか。うん、欲を言えばね、この大淀さんがね違う粘土ロイドだったら私的にかなり紙福袋になったかなって思います。はい、いや、もう一袋ね買ってくればよかったな。そう、ちょっと中身ね比べたかったよね。もしね来年もまた売ってたらね、今度は AB 両方買ってこようかなって思います。はい、そうで、あとラブライブの福袋が5000円で売ってて、鬼滅の福袋がね1万5000円でね結構でかいやつが売ってたんですけど、 そっちの中身もねめちゃめちゃ気になりますね。カンコレの粘土ロイド集めようかなって思ってる人にはねめちゃめちゃいいセットじゃないかなって思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いやー、大淀さんがね、ダブってなければ完璧だったんだけどね。うーん。2体目来ちゃったか。